こんにちは。障害年金コンサルタントの松岡です。障害年金は人生で1回しか申請できないと思っていませんか過去に障害年金の申請をして不支給だったけど、再度の請求で認められたというケースも多くあるんです。前回の不支給になった理由にもよるのですが、今回の動画ではどんなケースに該当すれば再度請求した方が良いのかという4つのケースをご紹介します。まず1つ目は、障害の状態が悪化したというケースです。 過去に障害年金を申請したときは症状が軽くて不支給になったというケースはその後に症状が悪化したときは改めて最低請求を行うことができますこの動画をご覧の方で精神疾患の方はうちのサイトで無料診断というのができますのでぜひチャレンジしてみてください続いて二つ目が新しく証拠となる資料が見つかったというケースです 障害年金は原則としてカルテに基づいて記載された受診状況等証明書や診断書に基づいて審査が行われます前回の申請で不支給となった理由が当時の病院やカルテがなくなったという理由で証拠不足だったという場合にはその後に誰が見ても確かにそうだよねっていうような証拠書類が出てきた場合はその書類を持って再度のチャレンジを行うことで認められたというケースが多くあります例えば 初心日を証明するカルテ、手術記録、紹介状、診察券などなどです。続いて3つ目が、障害認定基準の改正が行われたというケースです。障害年金の審査というのは、その障害が障害認定基準を満たしているかというのを審査されます。気になる方は、障害認定基準と検索してもらうと、日本年金機構のページで、目、耳、鼻、精神などなど、各障害ごとに分類された基準が出てきます。 そして、この障害認定基準が改正されることがあるんです。改正後の認定基準が施行された日より後に提出された障害年金の審査は、新しい認定基準で審査が行われます。つまり、この認定基準の改正で、基準が緩くなった場合には、新しい基準で再請求すれば、認定される可能性があるということです。最後4つ目が、初めて129に該当するケースです。初めて129、何それ って感じですよね大丈夫簡単に説明します以前からある障害が3級以下だった方がその後新たに障害が発生して障害の状態が重くなったとそこで初めて障害等級の1級または2級に該当するという時はこの初初めめてて級級ままたは初めて2級という請求ができますこの請求はうちの事務所でも数件しかやったことのないレアな請求ですがこんなやり方もあるよというご紹介でした 障害年金の請求は人生をかけてる分不支給だった時のダメージって大きいですよねそこで諦めているという方が多くいらっしゃるのですがこういった方法で再度請求して受給するというケースもありますので自分はどうだろうという方はぜひ一度お問い合わせください今回ご紹介したような事例が多くありますのでリンクを概要欄に貼っておきますぜひ参考にしてみてください